大嘆き。お、ビッグ。いや、ヒュージ。っていうか分かんないですけど、はい、1ヶ月分ぐらいの嘆きを、はい、ドーンと言おうと思ったんですけど、はい、全部吐き出してしまいましたね、さっきね。あ、あれでね。いろいろね。すっきりしちゃってるんですよ。いや、すっきりするのはいいことじゃないですか。そう、あの、先週からお聞きの皆さんね、はい、どういういきさつかと言いますとね、はい、この放送はですね、はい、まあ、実に何回ぶりですか、何週ぶりですか。だから、先週が、先週が、2週飛ばしたんですかね。いや、もっと飛ばしてない？ 3 週飛ばしました？ちょっと待ってね、調べますよ。はい。多分3週、3か4週ぐらい飛ばしてる気がする。2週だったと思いますよ。11月入って1回も撮ってないので。そう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 。11月って何回あったんですか？で、最後の更新がですね、3週間前なんですよね。うん、だから3週ぶりだったんですよね。ちょちょちょ、だってこれ出るときに4週ぶりになるんですよ。4週空くんですよ。うん、多分それはね、若林くんがね、はい、あの、来てないだけで、はい、一応放送的には2本撮りのやつを1個取って入れたんですよね。はいはいはい。だから、ああ、そういうことか。そう。3週間前のと一緒する。ちょっとね。でん、14回が3週間前になってますよ。ほら。ちょっと待ってね。10月30日だ。うん。カレンダーを見ます。どうぞ。10月30日、6日休み、13日休み、20日休み。3週ぶりじゃん。だから、はい、やっぱ4週間ぶり。4週間目にとって1,2,3,4 週間ぶりですだったんですよ。はい、ね、この辺ちゃんと撮る前に調べろよって話なんですけど。見切り発車ですね。そうなんですね。なんで、はい、あの、皆さんお元気みたいな感じで、はい、グダグダだったんですけども、はい、なんかその、要は撮った後とか、はい、撮ってる最中にもう吐き出してしまったので、うんうんうん、まあ、くだらない話だったんですよね。そうです、はい、いや、くだらなくはないですけどね。なので、はい、もうないんですよ。さっきあの、クソもしたのですっきりしてるんですね。はい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 、はい、なんでどうしよう。大嘆きって言った手前、はい、嘆いてないです。あ、俺なんか嘆いといた方がいい。うん、なんだろう、なんかありました？4週間のうちに。あ、それで言うと、先週川口に来た時に今日仕事してるよって言われて、そのまま引き返したのが嘆きですね。あ、そうなんですよ、はい、そうなんです。なんか来てたみたいでね。そう、俺てっきり忘れてて、いや、もうそうだと思って、今日日曜日やん。そう、日曜日じゃんって。いつも通りね、セブンチャックっつって LINE 入れたら、うん、しばらく帰ってこなくて、うん、だから夕方だったよね。そうだったかな。そう、いや、だから日中遊びに行ってから本庄君行くよっていう連絡してて、うん、で、本庄くん家着いた、まあ、本庄くん家の近くのセブンイレブンにね、はい、いつも待機するんですけど、そこに着いたよって連絡したら、そう、10分ぐらいかな、連絡なくて、うん、で、帰ってきたと思ったら、今日だったっけって返してロードナウって帰ってきて、そう、そんなってしかもね、帰りましたね。そう、ずいぶん遠くで働いてたからしょうがないんですけど、はい、あ、そうなんですよね。確かに嘆かれます。しかもお前さ、風邪気をつけろよって言ったのに風邪ひいてるじゃん。あのね、はい、基本的に私通勤バイクなんですよ、はい、で、見ての通りこの格好でしょ、はい、ほぼこの格好でバイク走ってるんですよ、はい、この上に1枚着てるとかね、はい、それは引きますよね。首元隠しな。首元思いっきり出てますよ。うわ、寒いとか言いながら走ってるからダメだね、はい、あの、そうなんですよ。お腹、しかも首冷やしてるのにお腹に来るんですよね。あ、謎っすよね。俺はね、割と風邪ひくとき鼻からっすね。鼻はしょっちゅう詰まってますけど、うん、はい、ちょっとね、参りましたね。はい、はい、まあ、ね、お熱が出たらさすがにねって感じで、はいはい、僕も自制してますけど、はい、一回ね、コロナにかかったときにね、あの、検査キット使って、うんうんうん、あの、コロナじゃなかったんですよ。陰性出たんですよ。でも熱で出てて、うん、しかも人いないから、あの、朝だったんだけど、はい、これどうしますかみたいな、もう2年前ぐらいから、おうおうおう、どうしますって言って言ったら、朝なんて帰ってこないんですよ、うんうんうん、でムカついて、で、俺も体調悪いから、うん、もう正しい判断ができない状態ですよ、はい、じゃあ行きますよこれからっつって熱出てるけど検査結果で、あの、簡易キット、はい、
調べたら陰性だったんで、うん、行きますって言って、はい、で向かったんですよ。で駅着いてふっと、はい、あのスマホ見たらもう着信が何件も来てて、あのLINE で罵倒の嵐ですよ。罵倒、うん、ああお前何してんのみたいな行くなよ普通わかるだろみたいな来てて、はい、であの電話したらなんか、うん、あのそんなの普通常識でわかるよねって言われて、はい、そうなんか完全にあの連絡つかないの棚にあげてさ、はい、そう普通さ一言あるじゃん、うん、連絡ちょっと取れなかったごめんねとか寝てたわそれぐらいでいいのに、はい、なんかお前さ普通に考えてわかんないのって言われて、はい、めっちゃキレられて、はい、そうじゃあ帰る分かりました帰りますっつって、うん、ちょっと帰って寝ろよっつって、うん、ちゃんとあったかくしてちゃんと寝ろよっつって、うん、お大事にって言われてそのキレ気味のお大事にキレ気味に言われてねそのまあ1週間ぐらい引きずったんですけどそれは、はいはい、そんなに心こもってないお大事にも珍しいですね。いやおもろい人だったんですよね、うん、まあ、最近会ってないんですけどどうなんですかね。はい、はい、ラジオミッドナイトハイウェイです。はい、12月ですよ。ああ、うん。ね、そうです。なんか、はい。今日2本撮りなんですよね。うん。で、あの本当だったら昨日撮ってるはずなんですよ。はい。それがなんか用事があるからっつって。いや、用事はないっすよ。ここの日にあの労働がなくなって、あ、労働じゃない、労働がぶち込まれて13連勤になる可能性が高いっていう話です。はいはい。だそうですって。はい。はい。なんで。11月に録音してるんですよ、はい、12月の放送、はい、こんにちは、こんにちは、はい、本庄です。若林です。若林くんね、はい、若林くんって言うんですけどなんで急にオードリーみたいになったの逆らしそうですね、はい、はい、そうですね、はい、あれ親戚なんですか。いや全然関係ないですよ。あ、そうなんですか。いや一応なんかね、どうなんだろう、疎開した親戚は東北に住んでるらしいんですけど、若林岩手なんですよね確か。あ、そうですか、はい、疎開とか言ってるけど、はい、若林ってありきたりな名前じゃなくて何一族だったんですか。一箇所しかないの。いやそんなことないと思いますよ。あの世田谷にも若林って地名あるし、うん、でうちのひいじいちゃんは、うん、千葉のどこだっけな、くるり、くるりの近くに住んでたはずです、うん。はい、じゃあ大林家とは何か関係あるんですか。関係ないです。小林家から離脱した大林家と若林家がいざこざを起こして、はい、若林家は東北に、大林家は背がどんどん大きくなってバレーで活躍みたいなまあ関係ないと思いますけど感じですかね、はいはい、今のはちょっと市原悦子とかに読んで欲しかったですね。そうなんですね、日本文化史話みたいな、はい、そう、若林はっつって、はい、岩手におったっつってね。岩手におったのはあの空襲で疎開したからです。あ、横浜空襲ですか。いや分かんない、空襲としか聞いてない。なんかだってあんた横浜の方って言ってなかった。 え、生まれは横浜の方って言ってなかった。あ、違う、それは単純にうちの母親がそっちに住みたいっつって、うん、父親と籍入れた後に向こうに行ったっていう。あ、違うか、違うか、わかんねえけど。違うか、だから別にそれはあの単純にあの何、単純に引っ越しですよ。違うか、そこは、はい、違うか、違います、違うか、はい、違うか、わかんないです。はいはい、ブスって、はい、いいんだよルーツなんかどうだってよ、はい、俺のルーツなんかもうネットマンションで途切れてるからな。はい、はい、皆さんお元気ですか。風邪ひいてませんか。どうですか、はい、先ほど咳を発散してすみませんでした。いいえ、私も咳が出ますからね、はいはい、なんか今日のトピックをどうぞ。え、ないです。ないんですか、はい、そうですか、それは残念ですね。だってね、先週のあれから2本撮りっつったらもうね、あるわけないことはみんな分かってると思うんですけども、うん、本当に日常会ですよ、はい、マジで、はい、ね、いろいろあったけどもさ、はい、なんか面白いことないよね。
そうですね、年食うにつれてさ、はい、冬ってつまんねえなと思ってくる。寒いのが嫌だね。そうだってあんなにさ、うん、何、10代20代の頃、まだ20代ギリギリですよ、はい、冬って楽しいなって思ってたんですよ。お寒いけど、はいはいはい、楽しいじゃないですか。なんかそうなんですか、なんだろう、世紀末感みたいなのがね世紀末感、終わりに差し掛かるっていう、はい、あ 年末のあれがと重なってってことですか。そう、もうやっと今年終わるんだみたいな、はい、空気が街に流れてて、はい、それを察するわけですよ、はい、で、あ、終わるんだっていう感じで、はい、非日常的な感じ。あ、なるほどね。そうで楽しいなって思えたんだけど、それはあくまで、はい、あの受動的な人間だったからですよ、はい、あの子供の頃なんて、はい、終わらす人間になってしまえば、はい、あーってなるんですよ終わりを迎える人間と終わらせる人間、はい、やっぱり終わらす人間の方が大変ですよね。そうですね、そう、今年を終わらせようと頑張る人間が辛いんですよ、はい、そうですね、そう、俺もようやくその立場になりました、はい、きついですね大嘆き大嘆き悩いてますね、はい、はい、いろいろ辛いですよ、もうマジで、はい、早くなんかいろいろ終わってくんねえかな終わってほしいこといっぱいありますけどね。あ、はい、うん、ですね、冬で唯一いいところといえば、うん、いろんな服が着れることぐらいですかね。うん、確かに。そう、夏ってさ、どうしても T シャツとズボンみたいな感じになるんですか。なんかね、それでもね、俺思うんだけど、はい、俺の中でだけかもしれないけど、はい、冬になると、うん、なんか俺は夏服着てえなって思うんですよ天の尺ですね。いや、天の尺じゃないんだよ、これは違う、はい、着たいなじゃなくて早く夏になってほしい。夏になったら T シャツとか着れるのに、はい、薄いの着れるのにって思うわけ、はいはい、T シャツそんな持ってないけど、はい、着れるのにとか思うの、はい、で夏になると、あ、なんかコートとか着てえな、早く冬になんねえかなとか思うわけ、はい、これ天の尺、天の尺なんですか。てか、あ、なんだろう、あ、常に未来を望んでるんだね。違うんだよななんか、はい、自分が着たいタイミングと季節が合ってないんだよ、はい、オーストラリアとかに行ったらいいんじゃないか。あ、そうかもしれないね。あ、そうだから、オーストラリアはさ、だって夏の間に年越すわけでしょ。うん、どんな空気なんだろう、わかんない。でもさ、うん、今世界がつながってるので、はい、オーストラリアのあの気候も夏って言ってますけど、はい、あれかもしれないっすよ、うん、何、世界がまとまるまでは夏は寒いもんだろうと思ってたのかもしれないですよ。あー、なるほどね、はい、なるほどね、はいはいはい、わかります、わかります、わかりますか。だから我々だいたい逆と言われてるのがオーストラリアなんで、うん、オーストラリアにおける夏は寒いものだと、うん、要は我々の8月が仮に向こうの8月で、うん、だから向こうもだからサマーって単語使ってたかもしれないけど、そうそうそう、サマーイコール雪が降るみたいなさ、そうそうそう、あるかもしれないですよ、はいはいはい、なるほど、はい、考えたことなかったです。そうそう、いや俺常にそういうこと考えちゃうんですよ、はい、バカだからなんで急にバカっていうの、自分のことバカだもん、だってそんなのあるわけないでしょってなるでしょ。いやいやいいじゃないですか。いや、もうね、いいですか、バカの定義っていうのはですね、はい、人と違うことを考えて、はい、あの、なんですか、人の人、その人と同調できない考えを持つことをバカって言うんですよ、はい、なるほど、わかりますか。なるほど、だからバカなんですよ私は。ほう、そう、なんか悲しいですけどねというわけで、はい、なんかあります。ないです、冬でセカンド、え、いや、ないですと言ったのが2回目なのでセカンドをつけさせていただいたんですけども、この放送も今、3年目。そんなにやってる ?2 年、2周年、1周。あ、でもそっか、100回超えたら3年やってるか。うん、3年目、うん。6月に放送してるので、はい、あと半年で、はい、実を言うと3周年とかね、はいはい。どうなんですか?怖いです。あっという間に30も過ぎ、はい、ね、今年もクリスマスがやってくるわけです。はい、どうなんですかね?ロールケーキ食べます。ロールケーキ食べないんだよな。ロールケーキ食べないんだよ。はい。うん、なんかね、でも分かんないけど、うん、毎年思うのは、はい、あの、あっという間だなって感じですね。そうですね。なんか本当についこの間まで、はい、なんか俺プール行きてとか言ってて、で結局プール行かなかったんですよ今年も。ああ、はいはいはい、終わっちゃってたという風に、はい、そう。
で、なんかあれでしょ、あのスノボ行きてとか言ってるわけですよ俺。スノボ行くんすか。スノボ行ってました。へえー、意外。スノボ好きなんですよね。へえ。スノボ行きてとか言って、うん、で弟とかにもコンタクト取ったりとかして、ああ気づいたら6月ですよね。あっという間に終わって、はいはい、行きたいんですけどね、はいはいはい、なんかあっという間なんですよね。そうですね、うん、なんか俺気づいたら仮装されてる気がするわ。ずいぶん飛ばしたね。いや、わかんないけど、うん、本当にあれっつって、うん、目が覚めたらなんかあちあちのあの一応目覚めんだよそこで一回。あれっつってやれ、なんかあっちいなっつって、はい、焼かれてるわっつってね、なるかもしれませんけど、はい、そう、あ、拾われてるわ俺っつって。あ、なるほどね。そうかもしれないですけど、あんたってますね、第三者視点の。うーん、そうね、はい、あの肉体と魂は別個のものだと、はい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 、俺は信じているので、はい、非科学的ですけども、はいはい、よく言うじゃないですか、 23g 1g だっけって言うじゃないですか、魂の質量。そんなにないよ、俺前なんかツイッターで言ったけどそんなにないと思うよ。あ、そうなんですか、うん、魂自体は、はい、ないでしょ。いや、知らないっす、分かんないけど、はい、だって魂に記憶があるってまず分かんない俺。まあ、記憶するのは脳みその仕事ですからね。そう、だから魂がまずなんか別次元的なものであったとしても、それがもう大体 8g ぐらいで、はい、その周りにこのなんかあのポジトロンがぐるぐる回ってて、ほう、あのそれはもう重さがないから、はい、だからでも重さを表現するんだったらば、はい、フィールドがかかって大体 15g ぐらいで 23g じゃねっていう感じだと思うんですけどね。なるほど、わかります。なんとなくわかります、はい、あのふんわり。あれですよ、ただ電子信号の乱れが記憶じゃないですか、うん、なるほど、はっきり言っちゃうと。そうなんですね。そう、だから記憶なんてものはねないっすよ。魂に、はい、浮いてるだけですよ、はい、はい、なので残像です。はいはい、いいっすか、こんなもんで。いいんな感じで、じゃあさっす、はい、靴下履きなよ、だから寒いな。足が寒いんだよ。家の中で靴下履かない？履く。なんで履いてないの今日？外出てないから。いや別に外出てなくても靴下履いたっていいじゃん。外出るときに履きたいの。ああ、そうなんですね、うん、で外出て帰ってきたら脱がないの。脱が、ああなるほどね。そう、はいはいはい、ね、外出ないので履いてないんですけど、ね、はい、うん、洗い物を増やしたくないんですよね。あ、なるほどね、はい、あ、じゃあ外出ない日は靴下の洗濯が一回減るという。でも出るけどね今日。じゃあ履いとけよ。いや、まだいいやって。そう、そんな寒い言ってんだったらさ、マフラーとかしてさ。去年もそんなこと言ってましたっけ。去年寒いとか言ってた俺、ね、いや、あんまり言ってなかったです。寒いっすねみたいな話したような気がするけど、まあ、寒いっすねぐらいの話はするっすけど、うん、目の前であからさまにすげえ寒そうな行動してるのはね、あんまり見てない気がします。あのね、急に寒くなったから。そう、だって一昨日ぐらいまで夏だったじゃん、うん、ね、夏かな、ね、感じなんだったさ、なんか1年がさ、春夏秋冬じゃなくなってきてるじゃないですか。いや、一昨日は夏じゃない、バカ、何言ってんだよ俺、震えながら帰ったんだから。あ、じゃあ嘘です。でもついその先週ぐらいまで夏じゃなかった。あ、先週はそうかもね。夏が終わったような気がしてるなと思ったら、フェイントで夏入ってきて、うん、一気にガーッて寒くなって、夏になって冬になってって感じじゃないですか今年。でも夜は寒かったよ、うん、あ、でも紅葉見てないんだよ、だから俺今年この季節になっても。紅葉はでも今シーズンですね。紅葉って、まあ、はずじゃん、意外とね、うん、みんなから話を聞くと、うん、紅葉シーズンって実は10月だと勘違いしてる人多いんですよ、うんうんうん、10月11月とか、はい、でも紅葉シーズンって実は11月の後半なんですよね。あ、じゃあ今なんだ。そう、見頃というか、はい、色が変わり始めてる。でもあの12月の半ばぐらいに全部散っちゃうから、うん、意外と短いんですよ。じゃあなんか探しに行った方がいいかな。なんかさ、この前ふと木を見たらさ、うん、緑色なのに枯れてる葉っぱみたいなのがさ、ちらほら見かけて、あ、雨不足かな。そうだから、あれ、そういえば紅葉今年見てないなっていう気持ちになったんですよね。行くといいですよ。近場で紅葉が綺麗なのは、はい、あの森林公園って分かりますか。はあ、はいはいはい、川越街道ずっとまっすぐ行ったところにあるんですけども、はい、そこですね。なるほど、はい、行ったらどうでしょう。1時間ぐらいで行きます。まあ今日は行けないですけど。行こうかな。明日仕事終わりに森林公園をくるっと回って、はい、随分遠回りですけど、はい、行こうかな。いいんじゃないですか。じゃあ紅葉だったかどうか教えてくださいよ。え？
なんで教えなきゃいけない。なんでいいじゃん別に。見に行けよ自分。知らないんだ。そうか。え、あ、そういうノリ流れ。いや別に綺麗な流れを作りたかった感じ。いや別にそんなことないですけど。ダメだよ、俺は常に全力全身真面目な回答でおなじみ。はい、はい、そんなこと言ってるから友達いないんですね。はい、ノリって大事ですよね。まだそうですね、うん、ノリが悪いんでね、はい、ダメでした。どうせだって俺 LINE 最近でも俺 LINE 見てないんですよね。ああそうなんだ、うん、LINE でじゃあ写真送ってもなんかちゃん返ってくんの。え、何、ラーメンの写真とか返せばいいでしょ、うん、こうなるんだよ、うん、違うんだよだから、ええ、俺と求めてるものだって分かんないよ。何ラーメンの写真。いや分かんない、たくさん撮る、普段から撮ってる写真っつったらラーメンぐらいなもんなんで。いいよ、ラーメンの写真見たいなと思ったらツイッター見るから。あ、まあ、大体上げてますね。上げてるでしょ。そういいよ、最近流行りなんですよ、あの、うん、親指のマークとラーメンの絵文字を撮って、うん、店の前でこうやってる写真と、あ、親指を立ててる写真とラーメン撮って写真載せるっていうのがね、マイブームです。もういいね、ラーメン最近食べてないな。なんで、山若屋しか行ってない、時間がなくて。ああでも山若屋全然行ってないな、行きたいな久々に。山若屋はマジで2時3時とかに行っても全然やってるから。そうね、24時間、うん、最近俺外食あそこばっかりですよ、はい、あのスタ丼屋。あスタ丼屋ばっか食べてる、はい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 、スタ丼ばっか食べてるからなんかどんどん太ってるんだよね。全然太ってないですけどね。いやもう腹が出てきちゃってて。俺の前でそれ言う？うん。腹が出てきちゃってて、はいはいはい、そうスタ丼ばっかりなんですよ。俺も一時期すげえ食ってたな。そう。俺自分が好きなラーメンとか食べたいなって思うラーメンは、うん、あれなんですよね。やっぱりギトヤが好きだから。ありがとうございます。ギトヤが好きなんだけど、はい、俺あれが好きなんですよきっと、燕三条系の。ああ、新潟のね。そう、背脂煮干しみたいな、はいはい、それが好きなんで、うん、それがあれば何でもいいかなと思って、その店を探したいんですよね。ないね、大宮とかで聞いたことないな、うん、なんか、あーでもな、別に背脂じゃないしな。のろしはさ背脂じゃん、ん、背脂、あ、じゃない、のろしは背脂じゃなくて煮干しと豚骨だった気がするんだよ。のろし？つけ麺屋さんの。ああはいはいはい、そうですね、うん。でなんかほら、これ言うと見晴れするかもしれないけど、ナギとかあるんですよね。ああはい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 、大宮には、はいはいはい、俺もそっちの方で働いてるからね、はい、そうナギとかもあるんだけど、うん、あそこはね入りづらいね。そうあんま行きたくない。あなんか割と洒落てる系だったんだよ。クソディスってるけど、はい、やばいね、うん、洒落てる系ですね、うん、違うんだよね俺が求めてるの。あそうじゃない、違う、もっと汚くあれと。汚くてもいいけどなんか違う。あそうか、そう、いやですよ、はい、はい、というわけで皆さんのおすすめのラーメンは何ですか。ああ、そう最近行ったのだとね、あれですね、そうタカちゃんですね。うん、高井戸のタカちゃんですか。いや、筑波のタカちゃんです。で筑波まで行ってんだよ。いや、そのねあれなんだよ、だから系列店なのよ。系列店って言うと変だけど、ギトヤの弟弟子みたいな。マジか。そうそう、ジャンプで働いてて、ジャンプからギトヤにお店出したのと、ジャンプからタカちゃんなのよ。ジャンプからギトヤなんですか。そうですそうです。もともとだから店長、ギトヤの店長さんはずっとジャンプで助手やってて俺それ初めて知ったわ。あそうなんだ、うん、言ったことなかったっけ。いや全然聞いてない。あそうですか。え、なんかジャンプとジャンガレーの話はなんか聞いたことある。あ、そうそう、ジャンガレーから独立してジャンプを高山さんが立ち上げて、うん、でずっとやってんだけど、なんかあんまりいい話じゃなかったよねその独立の話も。はいね、はい、いろいろあったっていうね。はい、それでジャンプができたのは知ってるんだけど、はい、ジャンプからギトヤなの。そうです。なんか困惑するんだけど、待って何それ俺何今までジャンプの手のひらの上で踊らされてたわけ。調べてください皆さん、何の話してるんだか、はい、どちらも美味しいので、はいはい、ぜひ。ただ俺はちょっと今ショックです。はい、はい、あ、同じ経済圏の中を踊らされていたんだ。戸惑いの民になってしまいました、はい、そうなんですね、はい。なんかないんですかそういうギトヤ系の美味しいラーメン。いや別に突然変異でギトヤになっただけなんで、突然変異って言い方よくないですけど、そ
そっか。そう、あくまでだからそのいろいろ修行したけど自分が作りたいのはっつってギターになっただけなんで。新潟出身なんですか？全然。そうっすか。はい。まあ、だから普通にだからそういうのがうまくから自分で作りてっつってなったんじゃないですかね。あ、好きだったってことかな。確か北浦の人だった気がするんだよな。あ、そう、うん、北浦和にもジャングルありますけども、はい、俺がね一文字よかったですね、はい、そうですね。あんなにいい立地でね揉めたらしいですから、はい。まあ、ラーメン屋としては結構致命的な立地だけどそこで。そうですね、車で行けないから。主要道路の中にあるのに車で行けない、うん、そうなんですよ。というわけで、はい、冬なので美味しいラーメンいっぱい食べてくださいよ。わかりましたね。元気になるといいな。はい、はい、お時間なんですけど、はい、そうですね。なんかライブあったんらしいですけど、まあそうですね、何も話しませんでした。はい、まあそれは次の回で、はい、あの今年の総括的な感じで次いつになるかなって。そう、ライブどうだったんですかっていう、その今年 の、 あのバンドの動きはどうだったんですかみたいな、はい、ね、いう話があればいいと思いますけど、はい、はいはい、終わりです。今日はお疲れ様です。はい、また来週取れたらねやりますけど、はいはい、まあ、体調になったりなんだり、あとね師走ってやっぱ忙しいかな。そうね、多分でも、うん、俺の仕事は師走、うん、は実は忙しくない、うん、忙しいんだよ忙しいんじゃん。じゃあ俺がやってる業務は忙しくない。なるほどね、うん、業態的には忙しいけど、そう、業務内容としてはまた別になってくる。そうです、はい、本当に投げときゃいいので、あ、うん、投げる側になんとかなってるので、はい、大丈夫だと思いますけど、はいはい、まあ、人がいないからな。はい、じゃあお相手はあなたの隣人本庄と、ラーメンたくさん食べたろう若林でした。来週も多分やるんで、お、皆さんちゃんと聞いてね。復活復活したから、お、じゃあさよなら、お大事に。